皆さんはナホイハルくんです。どうも、ということで、今回なんですけども、プロセカアニバーサリーフェスタ1点も入りました。お疲れ様でした。イエーイ。僕は2日間、どっちも両日参加ということでね、だいぶ僕は足にガサが来てました。疲れましたね。はい。ということで、まあ、今回ね、そんなちょっと感想なりなんなり言えたらなと思います。ということでやっていきましょう。写真1枚目土曜日になりますが、こちらですね、怪盗兄さんとおっぴさんと撮ってきました。はい。怪盗兄さん15周年なんだと思って、おめでとうって感じで、わーいって感じで、かわいいって感じで、ね、撮ってきましたね。はい。いやでもね、ネネロボとかダイオミクとかもいたんだよね。メイコさんもいたかな。いやその辺ともね撮りたかったけど、なかなかね順番が開かなかったんだよね。ということで可愛いなって感じで撮ってきました。はい。俺も寿司三昧すればよかった。2枚目こちらですね。はい。日曜日になるんですけども、米さん、三田さん、僕ですね。朝から僕は米さんとずっと回ってました。はい。いやー、で、本当にね、もうこの動画でも言っておこう。三田さん、準優勝おめでとうございます。多分 YouTube の方で生放送を見てても、その結構緊張感やら何やらがね、伝わってくると思うんだけど、現地の雰囲気もめちゃめちゃすごくて、もう俺までも緊張してきたんだよ。なんか知んないけど、移入しちゃって結構。いやー、本当に手に汗握る、めちゃめちゃいい勝負でしたね。本当に痺れた。本当にいいスポーツなんだなって、プロセカも。スポーツなんだなって思っちゃったね。いや、すごかった。すごかった。そしてね、俺、現地のシーン全く撮ってないんだよね。やばくない？俺、あんま写真撮る、趣味がなかったのかもしれない。あと、三田さんのクソダサ名刺と米さんのアクキーをもらいました。あ、グッズ、そうだ、グッズを紹介しよう。はい、ということで、実写ですね。はい。いやー、今回ね、8000以上買うと、このトートバッグがついてくるんですよ。その、8000のうちの5000円分がね、このパーカーですね。フェスティの。フェスティっていうのわかんない。わかんない、わかんない。ここにね、そう、書いてある2021。そしてね、ここに、各ユニットのロゴがあるんですね。僕は、実写とか撮るときは、これでも着ようかなと思います。はい。後ろはこんな感じ。ちょっと熱いかもしんない。ちょっと熱いかもしんない。あと、この、何？アニバーサリーフェスタブロックみたいなやつが、を、ね、開けていこうかなと思います。はい。ほい。お、綺麗。プチプチやん、プチプチ。プチプチ。ほい。おお。おお。おー、最強じゃん。こんな感じです。はい。一周年のイラストめちゃめちゃいいよな。本当に。あとこれ一周年と全く関係ないんだけど、この、つかさくんを。おっぴーさんにもらいました。ありがとうございます。はい。実写パート終わり？バイバイ。